英語におけるサイクリング自転車スポーツ、画像は自転車ロードレース。日本語の定義に含まれるものサイクルツーリング家族で、楽しむサイクリングサイクリングとは、英語では自転車スポーツの総称だが、日本語では競技を除いた狭い意味で用いられ、自然の中での遠乗りなど、自転車を使ったレクリエーションを指す。自転車による遠乗りは、サイクルツーリングとも言う。 名の知られた複数の時辞点における定義の冒頭部分をここに引用する。それぞれに結構な違いがあるのは説明範囲が国際的なものと日本語限定のものが混在しているからである。本校の定義はこれらすべてを参考にしつつ国際的視点を持って調整した。サイクリングには次のような形態がある。また、サイクリングは 様々な野外活動やスポーツとも結びつき、キャンプと結びついたサイクルキャンピングやオリエンテーリングと結びついたサイクルオリエンテーリングもある。サイクリングの形態により様々なタイプの自転車が考案されており、道具を選び、道具を楽しむという側面もある。自転車に乗る人全般を英語でも日本語でもかつてはサイクリストと呼んでいたが、現代ではサイクリングの愛好者を指し、 また、自転車競技の選手をも意味するようになっている。つまり、買い物のために乗っているだけの人もなうての自転車乗りも、昔は、そのように呼んでいたが、今では、コアな使用者にしか用いられないことなったということである。以下に挙げるのは、夏目創世の小説、自転車日記の昭和後期の現代語訳版であるが、ここでは、一般的な愛好者が描かれている。サイクリストに向かって、 一緒に散歩でもしましょうとはこれ以下に、彼はあまり重くして、サイクリストたるの資格なきものと認定せるなり、この時まで気がつかなかったが、この急激なる方向転換の刹那によと同じ方角へ向けて、世に微行してきた一人のサイクリストがあった。ところが、この雰囲気に驚いて車をかわす暇もなくもろくも、あまりの傍らで転がり落ちた、夏目漱石、自転車。 日記1903年1878年にはイギリスで世界最初のサイクリング同行者によるサイクリングクラブが誕生した。1898年にはヨーロッパの17カ国が参加する国際組織が設立された。日本では1886年に結成された帝国大学の教員による自転車会を講師として自転車クラブが設立されるようになるなど、 世界的にサイクリングが普及していった。日本では自転車が当初富裕層の娯楽として受け入れられ、大正時代に普及が本格化すると業務や家庭の実用に供された。1935年に本格的なスポーツ車が作られ始めるが、戦争によってこの流れは一旦途絶える。第二次世界大戦後、1950年代頃から、 サイクリングが野外での健康的なスポーツとして認識され始め、全国各地に同行クラブが設立されるようになった。特に1954年、荷物を乗せるための運搬車ではなく人が乗るだけの警戒車やディレイラーを備えたスポーツ車が現れるようになり、サイクリングが流行した。これを受けて、ベテランサイクリストらにより、日本サイクリング協会が結成され、 ボランティアの普及活動が始まった。サイクリング向きの自転車は、生産量がまだ十分でなく効果であったため、貸し自転車の利用が中心であり、また、指導者が不足したことなどから短期間のブームに終わった。1961年1のスポーツ振興法の制定により、自転車旅行、サイクリングは、国民の健全なスポーツとして国が奨励するものとなった。 1964年の東京オリンピック開催に向けスポーツ自転車の研究が進み第二次サイクリングブームが起こった。また1964年には財団法人日本サイクリング協会が発足した。1966年にはスポーツ車の需要急増に伴い生産が大幅に増加した。第一回の体育の日となったこの年の10月10日。 国鉄大阪鉄道局が大阪駅 IOE 駅間で初のサイクリング専用電車を運行した。その後東京でも同様の列車が運行された。翌1967年10月10日には日本で初めてのサイクリング用道路神奈川県青少年サイクリングコースが開通した。1970年に自転車道の整備等に関する法律が成立し、 自治体と河川管理者などの協力によってサイクリングロードが建設されるようになり太平洋岸自転車道のような長大な自転車道も構想されたこの頃日本の自転車産業ではランドナー、スポルティーフ、キャンピング車といった自転車旅行向きの自転車の生産が盛んでまたブリジストンロードマンに代表されるサイクリング車が好評を博したまた 1974年から1982年まで自転車で日本一周に挑戦する少年を主人公とする漫画サイクリアローが連載された。サイクリングイベントでの応援サイクリングイベントのスタート地点日本でサイクリングの名を冠して行われるイベントは一般には初心者からベテランの愛好家まで多様な参加者が集まるために ほとんどが早々高距離5 0トルを下回る。例えば首都圏最大の大会である東京シティサイクリングはエクステンションを含めて3 5トルである。主に長距離の行動を時間を競わず、制限時間内に完走することを目指すイベントでは最高100マイルを走るホノルルセンチュリーライドをはじめとしたセンチュリーライドが知られる。さらには、 最低 200km から始まり、パリ、ブレスト往復の 1200km を走破する、パリブレストパリを頂点とする、ブルベのようなラリー風のものも行われている。サイクリングロードとの連携を企業活動や観光に利用する場合がある。21世紀日本の岐阜県にある、養老鉄道では沿線にサイクリングロードが多数存在することもあり、サイクルトレインを実施し、 サイクリングコースについての情報提供も行っている。スポーツ仕様の電動アシスト自転車、e バイクを活用。日本では2011年から関心を示していた愛媛県のように2010年代前期に複数の地方自治体が企画し始め、同年代の末期になってようやく普及し始めた。2018年を e バイク元年と呼び、官民挙げて取り組むようになっている。 伊豆半島、島並海道、丹後半島などが地域としてい、e、いバイクのツアーや広域レンタル拠点を構築し、アクティビティかつ観光客の二次交通手段として確立しようという動きがある。ジョン・モルソン・スクール・オブ・ビジネスが2017年に報告したところでは、自転車による通勤は自動車による通勤と比較して仕事中のストレスを軽減し、 作業効率を改善しているという、ありがとうございます。